バイロイト軍は、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区の北東部に位置する軍。隣接する軍は、北西に、リヒテンフェルス軍、北に、クルムバッハ軍及び、ホーフ軍、東に、ブンジーデル、イム・フィヒテルゲビルゲ軍、ティルシェンドイト軍、南に、ノイスタット・アンデア・ワルトナープ軍、アンベルクズルツバッハ軍及びニュルンベルガーラント軍、そして西に、 フォルヒハイム軍とバンベルク軍がある。軍の領域は、その南部と西部に、フレンキシェシュバイズを含んでいる。このあたりには、トイフェルソヘーレやゾフィーエンヘーレをはじめとする多くのホラー穴が点在している。軍域中部は、オーバーマイン丘領地が占める。この名称は、ここを流れる赤マイン川に由来する。この川は、バイロイトの南部から流出して、北西方向に向かって流れ下り。 クルムバッハの西で白マイン川と合流してマイン川となる。東部にはフィヒテル山地の一部がある。この中にあるシュネーベルク山は標高960メートルで軍内で最も高い場所である。今日の軍域は1803年まではバイロイト辺境白領の一部であった。その後一時的なフランス統治を経て1810年にバイエルン王国領となった。 1804年にはすでにポッテンシュタイン、地方裁判所が設けられており、1812年に、バイロイト、ペグニッツ、バイデンベルクにそれぞれ地方裁判所管区が設置された。この時のペグニッツ裁判所の所在地は1842年まで、シュナーベルバイトにあった。1812年の時点ですでにバイロイトは、軍直接市となっている。各地方裁判所管区とバイロイトははじめ、 オーバーマイン軍に1838年からはオーバーフランケン軍に属した。1862年、ペグニッツ地方裁判所管区とポッテンシュタイン、同管区からペグニッツ管区長がバイロイト地方裁判所管区とバイデンベルク、同管区からバイロイト管区長が創設された。両管区長は1939年から軍と名称を変更した。 1972年のバイエルン州の自治体再編により、バイロイト軍とペグニッツ軍の大部分、それにミュンヒベルク軍の一部、エーベルマンシュタット軍の一部、クルムバッハ軍の一部、エッシェンバッハインデア・オーバープファルツ軍の一部から新たにバイロイト軍が設立された。バイロイト市自身は軍独立市でありながら拡大バイロイト軍の軍長、所在地となった。 その後いくつかの市町村合併があり、バイロイト軍の軍域は拡大した。1848年に開通したものの、軍内にはファルス駅があるのみだった。ルートビヒ南北鉄道に沿って、1853年、ノイエン・マルクとバイロイト鉄道が開業した。10年後の1863年には、株式会社バイエルン東部鉄道が、バイデンからバイロイトまで運行を開始した。 1877年には、バイエルン国営鉄道が初めてニュルンベルクからペグニッツを経由し、1878年からはシュナーベルバイトを経由し、マルクトレドビッツに至る幹線鉄道を運行させた。この路線は、キルヒエンライバフ派でバイエルン東部鉄道と交差する。世紀の変わり目頃には、バイエルン国営鉄道によって、ローカル路線が営業を始めた。こうして、 旅客営業路線は2 1 4トルに及んだ。しかし、ローカル路線は次第に廃止され、旅客運行は1 4 9トルのみが残された。廃止された路線は以下の通り、上部は銀と青の筆形分割模様。その下部は銀地に金色の爪と、くちばし持ち、翼に金のクローバー状の模様が描かれた赤い和紙。これは、 ブランデンブルク家の和紙に由来し、かつてのブランデンブルクバイロイト編教博のホーエンツォレルン家を示唆している。ありがとうございます。